a sharp foot on the show。はい、どうも、しおみんでございます。今ね、グリーンバックのね、ところでですね、今年をいろいろ振り返ってみようかなと思っております。でね、まずはですね、皆さん気になってんじゃないかなと思うのはですね、お金の話でございますが、お金の話ちょっと振り返っていこうかなと思っております。はい、というのもね、おかげをもちましてですね、本年度5月にやっとですね、収益化することができました。イエーイ。ということでですね、どれぐらい資本儲かったんやという話をね、ちょっとしてみたいと思います。それではね、バックに入れていきたいと思います。じゃじゃん。はい、こんな感じでございます。今年のね、5月の途中ぐらいにですね、お金が入ってくるようになりました。5月のね、途中でお金が入ってくるようになりました。5月のね、売上が2569円でね、6月以降、このようになっております。3000円ぐらいからはちょっと上がって、11月、10月ぐらい、9月ぐらいからな、4000円台ぐらいになっております。はい、大赤字でございます。イエーイ。はい、そうなんですよね。どこに行くにしてもね、このね、旅系 YouTuber ってね、個人いかがでしょ。はい、宿泊費もかかりますね。はい、どこか食べに行ったら食費もかかります。まあ、そんな感じでですね、4000円ぐらいね、月にやっても、赤字でございます。はい、ということでですね、来年ね、もうちょっと頑張っていきたいと思っております。いろいろね、企画もね、考えてあります。はい。ということでですね、今年のね、総括も、動画バージョンもいろいろ出していこうかなと思っております。はい。はい。ぜひね、まだね、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録お願いします。あとグッドボタンも押しといてください。それではね、2023年もよろしくお願いします。また年内ちょっと動画出すと思いますけど、とりあえずそんな感じでございます。さようなら。